降るところがありそうです。昼ごろにかけても雪が降り、北陸や長野、大雪になるところが出てきそうです。そして夕方は太平洋側にも一部雪や雨が予想されています。茨城など関東でもにわか雪の可能性がありますので気をつけてください。明日も折りたたみ傘あった方が良さそうですね。そうですね。ではこの先の天気と最高気温です。明後日金曜日は太平洋側中心に晴れるところが多くなりそうです。ただ東京や